はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います1日1冊読書家のマルスですで、このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしていますで普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他にもまあ心理学とか英語の学習についてなんかもご紹介していますで、他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってありますのでよろしければお使いくださいで。今日ご紹介する本はこちらの「僕って何?」というタイトルの文庫になります。でえーとまあ、この本はです、ね、非常に古い本で、まあ、近所の古本屋さんで購入したんですけども確か昭和5 0 あごめんなさい63年にえっと書版が発行されていますが、えっとまあ、内容自体はです、ね、昭和52年に単行本として出版されたものが文庫本として出ているというふうに書いてあります。ですのでもう今あの平成が終わってです、ね、令和という言語に変わるところですけれども、えー、もう40年前ぐらいですかね40年以上前の本になります。 でえーとまあ、小説なのでちょっと細かい内容をネタバレするということは控えたいと思うんですけれども、まあ、概要としてはです、ねまあ、大学にちょうど入学した時のまあ主人公がです、ねえー、まあ親元を離れて、えー、まあ自分で一人で生活をし始めるとで、まあ、そういった環境の中で大学に通い始めるそしてまあ大学生としてのアイデンティティを確立したいと思いつつもなかなかできない。 またこの当時の時代背景として、えーまあ、学生運動っていうのが非常に盛んでさまざ、あ、まな学生運動に参加する中で、えーまあ、自分というものを見つけたような見つけないような、まあ、そういった不安とか、まあ、良い葛藤といったものを、まあ、感じながら、えー、生活を送っていくというような内容になっています。で、えーとまあ、あの終わりはですねそのハッピーエンドバッドエンドっていうと、まあ、個人的にはどちらかというと、まあ、ハッピーエンドというか。 えー、まあある程度読料感のある、えー、内容になってたかなと思うんですけれども、えーとまあ、その重要なのはというか面白かったのはやっぱりその「僕」っていう、まあ、この一人称を、まあ、当時40年前にまあ使っているとでその曖昧な「僕」っていう、まあ、不安げな存在としての主人公を、まあ、あの大学生っていう。 まあ難しい時期であったりまた学生運動に入っていくそしてその過激派として存在すべきなのかそれとも穏健派として存在すべきなのかとかまあそういった議論を通じてですね自分は何を考えているんだろう何も考えてないんじゃないか自分というのはどこにあるのかで彼は輝いて見えるけれども、えー、自分は彼になった方がいいのかいやそうではないんじゃないか。 また実は彼は、えー、彼自身も彼のことを分かってないんじゃないかとか、まあ、そういったような、えーまあ、人間が誰しも持ちうるような、まあ、葛藤とか悩みっていうのをあの非常によく描いてるんじゃないかなというふうに思いました。 でえーとまあ、意外というかあの驚いたのはやっぱりその40年以上も前に書かれている内容にもかかわらずはっきり言ってその学生運動、まあ、その学生闘争っていうんですかね、まあ、そういった運動の部分を除いては今の大学生も全く同じことを感じているし、えー、そのまあ自分って何なんだろう僕って何なんだろうっていうことをまあ感じてるんじゃないかなというふうに思います。で私も大学生だった時期があったんですけれどもまさに同じようにですね、まあ、親元を離れて大学に入っていくと。 でそこにはまあ希望も含まれているんだけれどもやっぱり新しい環境に馴染んでいけないんじゃないか実際に馴染んでいないんじゃないかっていうような不安があったことを覚えてます。でまあそういう環境の中で、まあ、サークルに入ってみたり部活に入ってみたりまたそこから、えー、離れてみたりですねしながら、まあ、バイトをしたりとか、えー、女性とお付き合いをしたりとか、まあ、いろんな経験を通じて自分っていうのができていくと思うんですけども、まあ、その過渡期の、えーまあ、繊細な繊細かつでもその純粋な あの心の動きっていうのを非常によく書けてるんじゃないかなというふうに思います。で私はあの文庫本あ,のあまり読まないんでですね恥ずかしい話この著者の方が、えー、あのどういった方なのかっていうのはあの率直にあの存じ上げません、ね、三田正宏さんという方で「M の世界」と、ま、か、あ「M の世界」とか「M の世界」とか「 あと、そうですね、それぐらいかな、はちょっと聞いたことがありますけれども、まあ、あの芥川賞を受賞している作品これ、これがそうだということなんですけど、あのまあ非常に有名な作家さんということで、まあ、他の作品ももう少し読んでみたいなというふうにまあ感じました。はいえー、ちょっと長いですけれども、まあ、今日は以上になります。えー、よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。